るほどね。わあ、津川雅彦さんみたいな人出てきた。助けに行くぞ。津川さん、助けに行くで。今日も元気に生放送、ゲーム実況にお任せ。というわけで今日も、前回に続いて、ペーパーマリオの、実況をやっていきたいと思います。この間終わったとこはあれよね、津川雅彦デクじいさんのなんか種を作って、ほんでなんかそれ届けに行こうっていうとこやったと思うんですけど、あれいなくなってる。何ちょっと何日もほったらかしにしたから間に合わへんかったのこれ。見てこのデクジーの変わり果てた姿。うわー、見たこともない恐ろしい奴らが寄ってたかってデクジーを。デクじいさんの骨がこんなに細かったなんて、よっぽど弱っていたのね。何言うてんねんこじるり、ほんまそんなこと言うてる場合ちゃうわ。ほんまよく見たらこれスカスカーナと似てません？紙っぺらやってみる。ちょっと今満タンだしね、ちょうど。どうやってやるんだっけ、もうあかん忘れてもった。あ、これか。いけるか、これで。ああ元に戻った。いやそんなことある？なんじゃ、誰かに襲われたような気がしたが、気のせいか、年のせいか忘れっぽくていかんの。やったわ、スカスカになったデクジーが元の姿に戻ったわ。なんやこれ、頑固な眉毛も偏屈なひげも全て元通り。うん、治ったけどまだ元気ないみたい。うん、あ、そうそうそう、これで種を渡せばいいよな。そうそう、これ命の種を渡します。デクジーさん、お体どう？お、熱くなってきよった。こいつは効く。あ、なにこれ、ドリームガールズみたいな感じになったよこれ。なんやこれ。時間やったんこれ。おお、なんか出てきた。うわ、え、なに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 、え、なに。あ、元気になったぜ。というか元気を通り越して、もう声まで若返っちまった。こちらスネーク、こちらスネーク。この森を出て行ったんだったな。おい、お前たち、道を開けろ。めちゃめちゃかっこええやん、これ大塚清やったんやな。大塚清さんだったんだね、これデクジーさん。あんだけ渋い声やったのに、今度ダンディーになった。ちょっと話してみようか。こいつは俺に再び生きる喜びを与えてくれた。お前らに感謝だぜ。気をつけていけよ。ああ、すんげえ、もうこれは安心やわね。これはもう大丈夫や。よし、あ、閉じ込められてる。どういうこと、ちょっと、で、あれ、あ、なるほどなるほどね、
これでハンマーで倒せばよかったよ。ちょっと調べる。この先立ち入り禁止。おっ、って書いてあるよ。これデクジーを切ったからだから作られたんだ。エコロジーでしょ。なんやなんや君。あ、びっくりした。これちょっとペラペラのやつ取っとかな。ない、わかんないけど、とりあえず紙ペラいっぱい貯めておいて、おーし、道できた。なんかこれ、え、これからどうすればいいんやろ。あ、なんかキノコが刺さってる。なにこれ。あ、勝又です。勝又、あなたが勝又さん。なんか思ってたのと違いますわ。まるでおられたみたいな顔ですし。勝又、ちょっと、あ、出られた勝又。あとはこのおられた体どうにか、まあ、ちょっと、いやでも勝又ちょっとなんか、勝又ほなんか自分でせえよそんな。うるさいな、もう。何し、どうすればいいんやこれ。ハンマーか何かありませんか。ほらほらおもろいなこれ、勝又叩いてんの。お、治った。うん、勝又さんどうした。折り紙のやつらがやってきて、勝又という勝又を折ったり畳んだり丸めたり、キャタッパシからめちゃくちゃに、まるで勝又を目の敵にしてるみたい。勝又いじめです。そんな日常的な、勝又に人権を、勝又に自由を。すごいな、よっぽど溜まってんのやろな普段。ちょっといじめすぎたかな。うん、折り紙兵が勝又さんをいじめてる。いやそれ多分ね、私の間違いや。私がいじめてたんかもしれへんわ。うん、ひどいことをされてる勝又を見つけたら助けてあげません。うん、まあそうやね、アッコファミリーやしな。うん、勝又を助けるととってもいいことがありますよ。バトル中に Y の長押しで助けた勝又たちが応援に駆けつけますって。勝又が応援に駆けつけてくれるんや。うん、そうかそうか、アッコファミリーがね来てくれるんや。なんや、金取るんかいなお前ら。うん、まあ、ね、元気なやつじゃな。よし、勝又助けたところで、こいつら、これちょっとね、なんかアイテムとか出たらいいけど、紙ペラはそんないらんな。お、お、なんか、街っぽいとこ来たぞ。お、音楽流れてる。おわー、怖い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 。で、いや、やっとく？やっとこうか。ちょっと一回やっとこう。あー、ちょっと久々に戦いやるけど、あー、どうやってやるんだっけな。あかん、もう忘れてもてる。これでこれやね、これいっとこか、ブーツで。よーし、うわー全然やばい、アクション取れへん。よし、グレート。この辺はもう慣れてきたね、バトルは。いや紙ペラそんないらんのやけどな。あれ登られへんな。これを作るってことか。もう行こうか。え、どんだけ飛んねんこれ。よしよしよし、なんや、1000コインだけかいな。うん、まあ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 いいか。行こうか。ドレミファソラシドーモ。うん、どうも。ドレミファソラシド。
よし、そんなんはええねん、もう。お、なんか座ったら、お、なんや、あ、ちょっと休憩。あー、前回復した。あ、これいいね。なるほどなるほど。あ、そういうことね、ベンチが回復できる場所ってことか。オッケーオッケー、了解了解。おー、いた、勝俣。勝俣を引っ張る。おーし、うん、キャンプに来ただけなのに斧にされちゃうなんて。 Oh no、 何やこ、何がおもろいそれ。ほら、おい、何がおもろいや今の。ちょっと話してみようか。キャンプ初心者なんで火のつけ方が分かりません。火を持ってませんか。あー、火ね。あ、これ調べよう。これかな。バラバラになったって平気。木はいろんなところで役に立つのさ。え、これちゃうのか。火ってどうやってつけるんやろな。あー、ちょっとそんな思ってたらバトル始まってもうた。はいはいはい。こうかな。よし、はい、よし、ブーツで攻撃。あかんな、ジャンプのあれが、ジャンプのタイミングがつかめへんね。あー、一回だけ、これジャンプのタイミングがつかめへんな。これでもレベルアップとかっていう概念がないんか。かな、レベルとかっていう概念がなさそうだよね、ちょっと。あ、あ、あ、なんか待って、これキノコじゃない。ほら、おい、よいしょ。私の席は切り株の下じゃなくて上です。おお、なんかちょっと哲学的やけど。早く食べ物来ないかな。待って、こいつらと戦って奪いちゃうねんな。いやー、ちょっとキノコたち、ちょっと勝俣を助けるのはいいんやけど、ちょっとな、勝俣、いやー、ちょっと待って、もう戦ってばっかりや。タイミングな、ジャンプのタイミングだけちょっとつかめへんな。あー、やかんかん。まあ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 、いいや。すんげえコインだけめっちゃ溜まってるけど。なんかこの家みたいなの行ってみようか一回ね。もうレックの文字で文字見えへんな。ここに住んでる、勝俣はどこか遠くに出かけてしばらく帰らないみたい。んー、なんか裏側行った。あ、裏側にもおる。戻った。なるほどね。勝俣はもうこれで全員かな。あ、あー、落ちちゃった。あかん、なんやなんや。あ、できた。あれ、こっち落ちようか。何だけかいな。
し、ここに持った。ありがとうございます。折り目がついて戻りません。これはハンマーで直す。あれ？これなんやろね。地面の色違うな。あ、なんか出てきた。あ、壁っぺらかい。あ、戻った折り目。驚いて髪の折り目が戻っちゃいました。そんなことあんねん。ちょっと待って、あれなんか火つける方法がな、これでええんかな。本当に行ってしまって43になっちゃったけど、あ、勝俣タウンがこっちにあんのね。怖いな。うわ、なんか、うわわあ、やばい、クリボーがおる。ペラペラ発見、捕まえろ。うわあ、なんかいっぱいおりそうやな、これ。あら、あら、うん、かぶってるね、これ。スライド、列を縦にスライドさせちゃう。はいはい、LR、 あ、なるほど、これね、これ L をしてスライド、うん、なるほどなるほど。あ、ちょっと待って、これで、はいはいはい、これね、はいはいはい、なるほどなるほど。よし、あとはもういつものようにつける。これタイミングだけな。はい、よしよしよし、 OK。よし、オッケーオッケー、よしよしよし、倒した倒したぞ。うわ、なんかいっぱい、うわ、気持ち悪い。あいつら俺たちを捕まえて、な、仲間じゃないの君たち。もうマリオに助けてもらうなんてクッパ軍団としてはちょっと情けないけど、うん。おい、みんなカクカクがいたら危ないから、みんなまとまって帰ろうぜ。あ、なんや、よくわからんけど、うん。お兄ちゃんはペラペラの人を捕まえてたくさんの折り紙兵を作り出してるみたいで。そっか、かやまのお兄ちゃんやってんな。早く見つけな、ちょっと。うわ、なんか後ろ見て、あれ、うわ、なんか怖っ。めっちゃでっかいクリボーおったぜ、あれ。これはこれ紙作った方がいいな。これちょっと、何もやったな。やばい、キャミペラが足りん。
全部の下手したらあれ穴埋めといた方が良かったんかな今まで、うん、なんかそういうミッションとかも後々出そうじゃない？なんかね、うわうわさっきのやつや、うわ怖っ、なんやこれ、兄上印のシール、なんやそれ、あ、ほんまや、こないだの、そっか、お兄ちゃんの力でね、あのシールが弱点。ちょっと行ってみるか。お、お弱くなった。うわやばい、そういうこと。あ、オープンバトルなんやこれ。あ、倒した。簡単やな。うん。ピーチ城があったところに行くと。あそこね。はいはい。あ、まだおるもんな。結構おりそうやね。セーブしとこう。とかベンチないかな、どっか回復したいね、ちょっと一回ちょっと回復したいですね、これ。ん、はい、なんか土管入っ、ちょっと土管入っ、あ、入れないんや、なんや、そうか、ちょっとこれも多分武器とかの、これも入れへんのやろな、きっと。いや、とりあえずまだ人がいないから、これも多分人が戻ったら戻しとこうか、一応ね。あ、入れた。なんか あるんかな。あ、100コインだけ。お、調べる。ピノキオタウンが大変なことになった。あ、ピノキオタウンつっちゃった。うん、カズマタタウンがね。私は家を捨てて逃げることにする。ピーチ姫はご無事だろうか。なるほど。なんか他手がかりないかな。うん、なさそうやね。ここかな。あ、赤レンガ倉庫ってこれか。あ、やばいやばい、どこかわからないよこれ。え、なにこれ。